あなたは奈良時代後期のある皇室スキャンダルをご存知ですか？奈良の大仏を建立した聖武天皇には、藤原氏の娘である光明皇后との間に、残念ながら一人の王子も育ちませんでした。そこで長女である光顕天皇が738年、二十歳の時に、日本史上唯一の女性皇太子として立太子します。聖武天皇は深く仏教に帰依した天皇として知られていますが、この頃、聖武天皇と上級貴族たちの間で仏教についての考え方に対立が生まれていました。聖武天皇以前の朝廷や貴族たちにとって、仏教とはあくまで支配者層のためのもので、民衆へ仏教を布教することは禁じていました。しかし、その頃登場した行基という僧侶は、その禁を破って民衆に対して仏教の教えを広め、困窮者の救済や橋の建設など社会事業を進めることで、民衆から熱狂的な支持を得るようになっていました。聖武天皇も徐々にこの動きに感化され、奈良の大仏建立にあたっては行基を責任者に据えるほど。そんな聖武天皇は749年、突然出家し政治の世界を離れ、皇太子であった31歳の光顕天皇が女性天皇として即位します。その光顕には実母の光明皇太后がつきますが、実態は皇太后の甥である藤原の仲麻呂が権勢を振るうことに。758年、光顕天皇40歳の時、病気になった実母の皇太后を看病するため、自分と同じ天武天皇系の親戚にあたる順仁天皇に上位し、光顕上皇となります。2年後、皇太后が崩御。皇太后の甥であった藤原の仲麻呂の影響力も徐々に弱っていきます。そして761年、病に伏せった光顕上皇のもとに看病のため一人の僧侶が派遣されます。道教禅師です。当時皇族や貴族が病になると、僧侶が祈祷し治癒を願うという治療法が取られていました。道教は河内の国に生まれ、若い頃から高僧の弟子として修行を積み、サンスクリット語にも明るく、宮中の仏殿に上がるほど認められていた僧侶でした。この道教の手厚い看護を受けたことにより、光顕上皇は道教を寵愛するようになります。見かねた順仁天皇が、さすがにご寵愛が過ぎるのではと忠告したところ、光顕上皇は順仁天皇に反発し、祭りごとへの復帰を宣言。道教をはじめ学者の吉備の真吉備など出自にとらわれない大胆な人材登用を始めます。順仁天皇側には藤原の仲麻呂がつき、両者の対立が抜き差しならなくなった764年、藤原の仲麻呂の乱が勃発。結果は光顕上皇側が勝利し、朝廷の軍事権も掌握します。光顕上皇は順仁天皇を淡路へ流罪とし、それに伴い自身が再度天皇に復帰。以降、聖徳天皇となります。藤原の仲麻呂は朝敵として殺害され、道教は出世し、大臣禅師となります。以降、道教はトントン拍子に官位を上げ、最終的に法王にまで上り詰めます。吉備の真吉備も右大臣となり、その他道教の親族をはじめ、多くの僧侶が朝廷の要職に抜擢されました。
そしてとうとう769年、宇佐八幡宮神託事件が起こります。ことの発端は太宰府の役人が、道教が公儀につくべし、という宇佐八幡宮のご選択を得た、との報告を朝廷に挙げてきます。ことの真偽を確かめるため、聖徳天皇は、信頼していた二層の弟である和家の清麿を宇佐八幡宮へ派遣。宇佐八幡宮のご神託は、臣下の者は皇統を継ぐべきではない。聖徳天皇は和家の清麿を汚い名前に改名し左遷しますが、ご神託には従い、道教を皇位につけることは断念します。翌年、聖徳天皇が崩御すると、道教は下野薬師寺別当に左遷、そのままその地で亡くなりました。聖徳天皇は皇太子を指名していなかったため、崩御の後も後継者争いが大いに揉めました。これ以降、天皇即位とともに、ほぼ同時に皇太子を決めておく、というルールが実行されることになったのです。明治時代になると、聖徳天皇の寵愛を受け皇位を狙おうとした道教を平将門、足利尊氏とともに日本三大悪人と呼ぶように。しかし道教には上皇の寵愛で官位を得たという以外は特筆するような悪事もなく、聖徳天皇の崩御後も左遷されただけです。近年では聖徳天皇との関係は別として、道教の僧侶としての実績は正しく評価すべきでは、という擁護の声もあるようです。道教とは実際のところどんな人だったのか、リーディングで検証しました。見えたビジョンは目尻のシワを下げた豚の顔です。リーディングの世界では、豚は母性愛を表します。道教は男性には珍しく、母性的な細やかな愛情を持って他人に接する人だったようです。見栄えも良く、頭が良かったことも史実通りのようで、性格も外見も、いわゆる女性にモテる男性だったと解釈しました。もともと後見上皇には、仏教に対する深い思い入れがあった上に、病に倒れた時、見栄えもよく学もある僧侶に母性的な愛情を感じる熱心な看病を受けたことで気持ちが傾いてしまったようです。聖徳天皇もリーディングしてみます。右上に向かって手を合わせている姿が見えます。仏教に対する尊敬の気持ち、憧れの気持ちを強く持っていた。男性に対しても尊敬できる人に惹かれる気持ちが強かったのではないでしょうか。道教から官位をねだったり迫っていった様子はなく、いわゆる仏教推しだった聖徳天皇にとって、道教は贔屓せざるを得ない相手だった、そんな風に感じました。藤原氏にとってまさかの事態であった道教の出現。その約30年後、平安時代が幕を開け、藤原氏の後継政治が始まりますが、そのヒントは道教という大変表になった僧侶によって起きた出来事に着想を得ていたのかもしれません。